あ、母さん、元気？なんか今、オンライン帰省をさ、した方がいいって言うからさ、ちょっとオンライン帰省したんだよ。そうだね。弟はね、残念だったけど、弟もね、帰省できたらよかったんだけどね。まあ僕ら双子だしさ、42年間一緒に生きてきた、まあ一緒に生きてきたわけじゃないけどさ、常に一緒にいたわけじゃないけど、なんかやっぱり悲しいよね。こんなに早く亡くなっちゃうなんてね。なんか遺言とかを整理してたらさ、なんか寿司ラーメンリクのリクっていう人気 YouTuber の視聴者400万人のクソバカどもを教育してやってくれと、日本語を教えてやってくれみたいなのがあって、で弟と俺と妹全員でさ、兄弟全員で、まあ寿司ラーメンリクっていう人の視聴者400万人のクソバカどもをですね、まあ、教育しようと思ってるんだけど、なんでね弟がこんなに寿司ラーメンリクの視聴者400万人のクソバカどもの人たちにですね、キレてたのか分かってないんだよね。そうだね。だからちょっともうちょっとちゃんと調べて、なんで弟がこんなに怒ってたのかとかでね、あと殺害予告メッセージっていうのかな、 YouTube の弟のさ、 YouTube っていうウェブサイトっていうのかながあるんだけど、そこにさ、寿司ラーメンリクの視聴者400万人のクソバカどもって言われてる人たちからものすごい数の脅迫メッセージと殺害予告メッセージが来てるんだよね。だからちょっとこれやばいなと思って、状況がまだ分かってないけど、なんか本当にトラブってたみたいだね。まあとにかく寿司ラーメンリクの視聴者400万人のクソバカっていう人たちもさ、今コロナで大変だからさ、まあ手洗いうがいして、なんとか乗り切ってほしいと思うし、ね、ちょっと何があったのかよく分かんないけどね、みんな平和に暮らしてほしいなと思うよね。母さん。